はい、こんにちは、やがみです。ということで、移動になったんで、Vlog やっていきたいと思います。夜やるの久しぶりでしょ。最近さ、もうめちゃくちゃ朝方に帰っててさ、昨日も、おとついも。で、今日も、もう今3時51分なんだけどさ、ちょっと疲れちゃってさ、なんか夜、あんまやる気にならんかったんだけど、Vlog。今日はやっていきたいと思います。なんか、ちょっと前に、一日三本ぐらいやったらいいんじゃねえか作戦もやってみたいなとかって言ってたけど、無理だな、これ。疲れちゃうもん。なんかもう、年食ったなって本当思う。なんかね、やっぱ経営者は、その、体力も必要だって言うじゃん。で、俺、体力めちゃくちゃ自信あったんだ。もう全然年食っても、やれるしさ、何にもやってないよ。悪いものとか何にもやってないけど、年食っても全然いけるし、なんか体力はもうめちゃくちゃ自信があったんだけど、もう45になるとさ、体力がねえ、マジで。やべえ。これ、筋トレとかしたら、ちゃんと体力って戻ってくんのかな？最近全然運動もしてないからさ、ちょっと、やべえな。ついこの間、先週ぐらい、桜が咲いとる時ぐらいだから、先々週ぐらいか。一回なんか、歩きに行ってみたんだよね。最近運動不足だもんで、とか言って。ほんで、一日しか行っとらん、その次の日とか歩きに行っとらんもん。もうなんか、4、5年前はもう毎日歩いとったんだけどな。ウォーキングっていうのも、散歩っていうのも。毎日やっとったんだけどね。なんか最近忙しすぎてさ、全然やってないんですよ。で、Vlog もなんか、夜やらんくなっちゃったら疲れて。でもこれはいかんなと思って、まあ今やっとる次第でございます。今日はさ、本当に盛りだくさんの一日だった。もう長すぎた。長すぎて、午前中から今3時まで、もう何時間経っとんのこれ。例えば10時から12時間で夜の10時でしょ。で、12時間でしょ。で、12時になったら14時間でしょ。足す、今もう4時だから、18時間。なんかもう、充実しまくりですよ、本当に。まあ、社長さんと話させてもらったりとか、曲を作ったりとか、なんかもう、やることいっぱいあるね。一回さ、全部の、今、俺がやってる全部のことに気持ちを入れてやろう、つって、今やってんだけど、ほんで、ツイッターとかでさ、最近フェイスブックとか全然書かんくなっちゃったな。ツイッターとかで、こう、分散させて各店のことだったりとか映像のことだったりとか、映像のことあんま書いてないか、なんかこう分散してちょっとずつ小出しで SNS に書くの、ライブ告知だったりとかでやるようにして、でまあそれこそこの2ヶ月ぐらいはめちゃくちゃツイッターやってんだけど、すげえあるわ、俺やること。じゃあ俺どんだけやっとんのと思って。だからさすがにこれ全部に気持ち入れるってなったらなんかが追いつかんかったりとかって、それするわと思ってさ。だから、で、今さ、まあ店のことをいろいろやっとるでしょ。まあ、まず店が4個あるでしょ。その店4個のことも全部が全部はやりきれとらんでしょ。ほんで映像制作やっとるでしょ。で、店、映像を、まあ当然経営のこととかもあるでしょ。で、それに加えてさ、俺今、まあ来週とかすげえ活発にまたそれで動かないかんだけどさ、アーティストをさ、新しいアーティストをさ、新しいバンド、アーティストっていうか音楽をさ、なんかちょっとどんどん出していきたいなと思って、本気で。ほんで、まず一個、バンドがおって、バンドがおってっていうか、まあソロっていうか、まあ来週ぐらいからまたちょっと宣伝し始めますけども、これ来週さ、岐阜行って、名古屋戻って、みたいな、ラジオ出たり、テレビのコメント撮りしたり、なんかするんですよ。ほんで、今日も曲作っとったでしょ。今日作っとったのも、じゃミュージックビデオ作って、こうなんかやって、ってやるんですよ。ほんで、この間の日曜日か。日曜日も、ミュージックビデオの撮影したでしょう。ほんで、それまた出すんですよ。で、月曜日は YouTube の動画撮影するんですよ。それも、
今もうほぼほぼ結構素材が溜まってきてて、一気にいけそうな感じで準備が整ってきてるんですよ、みたいな。その、アーティストを推すっていうさ、推し活ちょっと違うけど、推し活をやり始めるんですよ。また、今月、来週ぐらいからいっぱい。だから、まあそれで、5月、6月って推し活をして、で、7月ぐらいからまた新たな展開を作ろうっていうのが今の俺の流れなんですけど、そう考えたらさ、俺どんだけやっとんのみたいな、あの、事業をさ、事業何個やっとんのみたいな感じになっちゃってて、で、それが今まではなんとなくのだけだったら全然やれてたんだけど、これ全部に本気になろうと思ったら、それ到底一人の人間では追いつかないわけ。だからまあこれを、まあスタッフと共有して、まあ全員が気持ち入れないかもんでさ、そこがなんかちょっと難しいところであるんだけど、共有して持続していくか、何かを削っていくかっていうところで、今ちょっと、てんてこまい。もう朝だもん、もう。で、明日も、明日はね、DVD の納品に行ったりとか、あとは夜さ、店もあるでしょ。で、まあ、そのさ、夜ある店の明日のタイトロープのイベントもさ、俺すげえいいなと思ってて、だけどめちゃくちゃいいイベントなんだけど、なかなか思うようにむちゃくちゃ客が入ったりとかしないわけ。まあ、そこそこは来ていただけるよ、そりゃ。いいイベントだよね。だけどじゃあ、そのイベントを100人ぐらい集めようってなったら、やっぱそれはそれでそこのイベントに対してめちゃくちゃ力入れんといかんわけでしょう。だけどそんなことまだできてなくて、主催者に頼りきりだったりとかさ、まあいろんななんかやりきりたいんだけど、やりきれてないこととかいっぱいあって、だからやっぱ事業はね、やっぱ絞るが一番ですよってめちゃくちゃ思う。やっぱあんまり広げすぎると、そのまあ時間が足りないのもそうだけど、一番致命的なのはやっぱそれに対する気持ちが薄れちゃうよね、どうしても。一個のことに対してじゃないもんで、一個のことだったらその気持ち全力で使えるんだけど、100個のことになってくると100分の1になっちゃうんじゃないかみたいな、なんかそういうところでちょっとね、最近なんか削ろうかな、なんかやめようかなとか、なんかちょっと思ってます。そんな感じで、まあ一人のやれる限界は絶対あるでね、でもやるからにはやっぱ気持ち入れてパッション全開で何事もやっていきたいもんでね、まあそうやってやってた方が絶対仕事も楽しいし、人生も楽しくなっていくもんで、なんかちょっとね、4月もう今4月ももう中旬、もう後半だが、もう、まあ、あっという間でしょう。もうすぐゴールデンウィークでしょう。めちゃくちゃ早いな、本当に。ということで、まあ、ちょっといろいろ考えて、しっかりと全部のことをやっていけるように、ちょっと調整していきたいと思ってます。そんな感じの話でした。ということで、最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。